どうも、サッサンです。今まで何本かマイクをレビューする動画っていうのを投稿したんですよね。まあ、例えば USB マイクであったりとか、あとはオーディオインターフェースにつながないとダメなやつとか、まあいろいろあるんですけども、でそういう動画を投稿するとですね、コメントで必ずと言っていいほど、今マイクアーム何使ってますかとか、おすすめあれば教えてくださいっていうふうに聞かれるんですよ。で今まで私サッサンはですね、サウンドハウスで売ってるクラシックプロっていうね、まあ多分サウンドハウスの独自ブランドがクラシックプロだと思うんですけど、そのマイクアームを使ってたんですよ。それは今見るとですね、税込み3800円ぐらいで売ってて、まあ今は在庫がないらしくて、6月3日頃入荷予定っていうふうには書いてるんですけども、それがこちらですね。まあちょっとケーブルがごちゃごちゃしてて申し訳ないんですけど、結構ね、こう長さがあるんですよね、一辺の。で、最初からね、この XLR ケーブルもついてて、で、アームの中を通ってるんですよ。まあなので見た目もスタイリッシュだし、安い割に本当にしっかり使えるんで気に入ってたんですよね。ただこのクラシックプロのマイクアームも完璧ではないというか、まあ個人的にね、ちょっと不満っていうのもあったんですよね。で、他にいいマイクアームないかなと思っていろいろ探してたらですね、ついにこれだっていう風に思えるものを見つけたので、今回買ってみました。それがこちらでございます。メーカーがこれ、オーレでいいのかな？オーレの2セクションブロードキャストアームっていうやつですね。この箱に書いてあるアームを見てもらえればわかるんですけど、このアーム自体はね、まあ、クラシックプロのやつとほぼ一緒なんですけど、その下ですね、こういうなんか延長ポールみたいなやつがね、ついてるんですよ。実はこのクラシックプロのマイクアームの不満点の一つっていうのが、このアームの長さですね。結構マイクアームとしては長い方ではあるんですけど、今使ってるデスクが特注で結構でかいので、このクラシックプロのやつでもちょっと短くて、もっと長いやつないかなというふうに思ってたんですよ。っていうのと、あとはマイクアームの土台ですね。これがクラシックプロの、土台みたいなやつなんですけど、まあこういうね、クランプ状になってて、デスクにね、こうやって挟んで、で、ここにマイクアームをぶっ刺して使うみたいな感じなんですよね。で、もちろんね、ちゃんと固定はできるんですけども、このアームの構造上、このぐらいのスペースがないと、このクランプをつけらんないっていうのが、まあ不満点その2っていう感じだったんですよね。で、今回買ったこのオーレイのマイクアームに関しては、この2つの不満点っていうのを、見事に解消してくれるものなので、今回の動画でね、紹介したいなというふうに思います。それと以前動画でも紹介したんですけど、このね、マイクアームもあるんですよね。これはブルーっていうメーカーが出してるコンパスっていう製品で、めちゃくちゃね、YouTuber でこのマイクアーム使ってる方多いんですよね。ただ実際使ってみたら、いいものではあるんですけど、俺にはちょっと合わないなっていうふうに思ったので、まあその理由とか、あとせっかくマイクアーム3本あるので、それぞれの違いとか、メリット、デメリットについてね、まあ詳しく話していきたいなと思います。はい、じゃあまずこのオーレイのマイクアームをね、開封したいと思います。おお、来ましたね。はい、出てきました。これがマイクアーム本体で、で、ここにね、オーレイのなんかステッカーみたいなのが貼ってありますね。全部ね、金属製で、かなり作りはしっかりしてそうな感じですね。で、このマイクアームはクラシックプロと同じく、マイクアームの中をこの XLR ケーブルが通ってるので、まあ見た目もスタイリッシュだし、自分でね、このケーブル用意する必要がないので、これはね、ありがたいですよね。はい。で、これがなんか延長ポールみたいな部分ですね。これもね、金属製で、なんかしっかりしてそうですね。このマイクアームを取り付けるっていうのと、あとマイク本体もつくし、結構ね、動かしたりするものだと思うので、やっぱりね、この耐久性っていうのは高くないと困ると思うんですけど、今んとこね、すごい良さそうですね。はい。で、こちらがですね、デスクに固定するためのクランプなんですけど、これもね、かなりしっかりしてそうっていうかね、すげえでかい。で、全部金属製だし、で、ここにクッションがついてるんですけど、クッションもね、結構分厚くて、良さげな感じかな。で、付属品として、こういうね、ネジもついてるんですけども、これはですね、こうやってクランプして使うんではなくて、多分このネジを外せば、この部分がね、取り外せると思うんですよ。で、それで、あと2箇所ネジ止めして、まあ、デスクにね、こう、直接打ち込んじゃうみたいな使い方をするための、やつだと思います。まあ、今回はクランプするんで必要ないですね。はい、じゃあ今回買ったオーレイのマイクアームと、元々持ってたブルーとクラシックプロのやつですね。それを比較していきたいんですけど、まずこの土台から見ていきたいと思います。これがオーレイの土台です。で、続いて、こちらがブルーのマイクアーム、コンパスのやつですね。で、最後これがクラシックプロのやつです。
パッと見である程度違いっていうのが分かるんじゃないかなと思うんですけども、このクラシックプロのやつが一番小さいですよね。でこれ全部金属製だししっかりクランプはできるんですけど、まあ、ちょっと心もとないというか、あとはですね、まあ、この幅があるのでこの部分でデスクを挟むんですけど、その挟んだところの後ろがね、最低でもこんぐらいの隙間がないとつけられないという風になってます。で続いてブルーコンパスのこの土台なんですけど、これはですね、この部分とあとクランプするこのネジみたいなやつ、これは金属製なんですけど、この上部分ですね、これは多分プラスチックっぽいですね。でもめちゃくちゃなんかこれも頑丈そうなので、安心感はあるかなというふうに思います。で最後今回買ったオーレイのやつなんですけど、これはねさっきも言った通り全部金属製で、一番ずっしりしてるしでかいし、まあ、挟む面積も大きいですね。これが一番安心感あるんじゃないかなと思います。で、このブルーのコンパスとオーレイの土台についてはこの部分ですね、これがデスクに挟まるとこなんですけど、クラシックプロのやつとは違ってその後ろの隙間がねあんまり空いてなくてもつけることができるんで、これは結構メリットかなと思います。どんぐらいいたのかこの厚さ。オーレイのやつは6ミリぐらいですね。でブルーのやつも、まあ、同じくらいか6ミリぐらいですね。でクラシックプロに関しては最低でもね、4センチか 4.5 センチとかかな、そんぐらいは空いてないとこれつけらんないので、まあ、この2つの方がね、優れてるっていう風に言っていいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いてアームの長さについて見ていきたいんですけど、一番上が今回買ったオーレイのやつですね。オーレイって書いてます。で、2番目これがブルーのコンパスですね。で最後一番下がサウンドハウスの、クラシックプロのやつですね。で順番にねちょっと長さ測っていきたいんですけども、まずサウンドハウスで買ったクラシックプロのやつ、まあ、ここはね土台に刺さる部分なので、こっからですねこの折れ曲がる部分まで測ると、大体ですね50センチぐらいあります。でこの折れ曲がる部分からまた先端の方まで、測るとですね、まあ、これもだいたい50センチぐらいあって、トータル1メートルぐらいなんですよね。結構 Amazon とかでもっと安い中華製のやつとかも売ってたりするんですけど、そういうのはねこの長さがね短かったりするんですよね。まあ、もちろんデスクのサイズとか、設置位置によっては短い方がいいっていう方もいると思うんですけど、私はですねこの長さがすごい気に入ってたんですよ。で続いてこのブルーの、コンパスいきましょうか。コンパスはここが刺さる部分なので、こっからまず折れ曲がる部分まで、この真ん中までにしましょうか。ここまで52センチぐらいあります。はい、で今マイクアームを反対にしたんですけど、この真ん中のとこから、この先端までですね、はい、こっち側はだいたい40センチぐらいですね。まあ、なのでトータルでこのクラシックプロのやつよりも、10センチぐらい短いっていう感じになります。はい、で最後今回買ったこのオーレイのやつですね、これを測ってみるとこれも付け根から半分のとこまででだいたい50センチぐらいあります。で次がこの折り返しから先端までなんですけど、これもだいたい50センチぐらいなので、まあ、クラシックプロのやつとほぼ長さ一緒ぐらいですね。ただこのオーレイのやつに関してはこういうね延長のやつがついてるので、多分この延長のやつのこのぐらいまでがね、土台に刺さる部分なはずなので、から、この部分まででだいたい30センチ以上はありますね。まあ、なのでトータル、1.3 メーターぐらい使えるのでこれが一番長いんですよ。でもう結論から言ってしまうとこの中で一番こう作りがしっかりしてて、見た目もかっこよくて質感もいいっていうのはこのブルーのコンパスだと思うんですよね。これ間違いないと思います。さっきも言った通り YouTuber さんでもめちゃくちゃ使ってる人多いです。ただ、私サッサンの用途としてはこの長さがねどうしても足りなかったので、今使ってないという感じになります。ちなみにですねこのブルーのコンパスに関しては、他の2つと違ってマイクアームの中をあらかじめ XLR ケーブルが通ってるとかないんですけど、でもねこの背中の部分に、スリットみたいなのが入ってて、ここにケーブルを通して、固定することができるので、まあ、これもね結構見た目はスタイリッシュに、ちゃんとね束ねてやることができます。でクラシックプロとオーレイのマイクアームについてなんですけど、この2つはですね、まあ、あらかじめ XLR ケーブルがこうアームの中を通ってるっていうのは、まあ、メリットっちゃメリットだと思うんですけども、こういうね XLR ケーブルじゃなくて USB でつなぐ、まあ、USB マイクですね、それをマイクアームにつけたいっていう場合はただねこのケーブルが邪魔になっちゃうんですよね。でこういう風にあらかじめ中を通ってる XLR ケーブルっていうのは、まあ、簡単に着脱するとかっていうのはできなくてですね、外すっていう風になったらもうちょんぎってね、無理やり外すしかないんですよ。でもちろん一回外しちゃえばこのアームをもう一回通すっていうことはできないです。
まあ、なので XLR ケーブルで接続するマイクを使う場合はこの2つはメリットと言えると思うんですけど、USB マイクを使う場合は、まあ、ちょっとね他のマイクの方がいいかもしれないですね。はい、じゃあ次なんですけど、長さ比較のためにデスクのねこの手前部分に、3つのマイクはもう全部つけてみてどんぐらい違うのかっていうのを試してみたいなと思います。はい、今マイクアーム3つ取り付けてみました。ちょっと見にくくてですね、どうやって、お見せしたらいいのかちょっと微妙なんですけども、まず土台つけた感じがこんな感じですね。わかりますかね。この今回買ったオーレイのやつと、ブルーのやつはですね、まあ、あんまりね、幅を取らないので、まあ、ちょっと隙間あれば取り付けられるっていう感じで、でクラシックプロのやつに関しては、まあ、さっきも言った通りねこの幅が必要になります。ただ3つともねちゃんとがっちり固定はできてるので、その点はね安心していいと思います。でちょっと上に行って、長さを比べていきたいんですけど、このブルーのやつだけね、マイクついてないとバネが強くてね反り返っちゃうんですけど、はい、ちょっとアングルを変えましてデスクの奥の方から映すことにしました。今映ってるのが、土台っていうか根元部分みたいなとこですね。でこっから上の方にぐーっと上がっていって、この辺がですね、まあ、折り返しの部分ですね。そこからさらに先端の方に行くとですね、今クラシックプロとブルーのマイクアームの先端がねもう見えてるんですけど、若干ねブルーのマイクアームの方が短いのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。まあ本当に若干ですけどね、5センチとかそんぐらいしか違いないかもしれないですね。まあただ一番短いのはこのブルーのやつで、続いてこのクラシックプロのやつももう見えてますね。で、今回買ったオーリーのやつはですね、まだまだ先がありまして、この辺まで行くんですよ。これすごいっすよね。やっぱりこの延長のやつがある分結構遠くまで伸ばすことができるし、もちろんねこの延長のやつが不要な場合はですね取り外すこともできます。はい、じゃあ最後にこのオーレイのマイクアームをですね実際にデスクにつけてみて、まあ、ちょっとカメラに映んないんですけど、その辺の角にね、実際つけてみて、でマイクをねこの辺に設置して、終わりにしたいなと思います。はい、ということで画面の端っこにちょっとだけ映ってるこのマイクアームと、シュラの SM7B 今回買ったオーレイのマイクアームを使って設置してみました。で今まで使ってたクラシックプロのマイクアームだと目いっぱい伸ばしてもね、まあ、この辺までしか来なかったんですよ。でちょっと短いなっていう風に感じてたんですけど、このマイクアームだったらねもうめちゃくちゃ伸びるんですよ。本当にもうこのぐらいまで来るんでね、今みたいに撮影してる動画のマイクとしてこれを使うとかっていうこともできるので、これはねマジでねいいですね。気に入りました。まあ今使ってるショットガンマイクも十分高音質なんで別に普段の撮影はそれでいいんですけど、でもね可動域が広くなったんで、まあ、今後ゲーム実況する時のマイクアームとしては、これをね使っていきたいと思っております。で動画の冒頭でも言ったんですけど、もともと使ってたマイクアームが短く感じるのは、俺が使ってるデスクがですねちょっと大きすぎるからっていうのもあるので、普通の人だったらねそんなに長いやつ必要ないかもしれないんですけど、まあでもね、延長ポールみたいなやつ取り外すこともできるので、まあ、状況に応じて使い分けられるんで結構ね便利かなと思います。で最後に一つデメリットというか、まあ、注意点みたいなことを言っておくとですね、このマイクアーム自体は非常にね素晴らしいと思って気に入ったんですけど、これね買うのがちょっとめんどくさいというか、普通にね日本のアマゾンで買えればいいんですけど売ってなくてですね、今回はアメリカの B&H っていう通販サイトから個人輸入したんですよ。まあ、なので、ちょっと買う時も英語だしややこしいっていうのと、届くまで日数がかかったし、あと万が一初期不良とかあった場合にはですねさらにこう返品とかもねめんどくさくなっちゃうと思うので、そこだけ注意してください。俺みたいに普通に日本で買えるマイクアームが短いという風に思う方だったらこれいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、長さがね十分足りるんだったら、ブルーとかクラシックプロとかそういうので全然いいと思うので、まあ、そこは自分の用途というか、使ってるデスクとか設置場所に応じて選んでください。というわけで今回は以上でございます。私たちのこのメインチャンネルの他に、サブチャンネル、ブログ、ツイッターもやっておりますので、よろしければそちらの登録やフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。